ハレルヤ、アツヤ、チャル、グッ、おじゅ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 ということで、と行かしてください。もうないやん、お金早いって。ちょっと突っ張るお金がないじゃないですか。ない。何を突っ張れるんですか。これなんやねん。じゃあ任せてください。なんぼ出せんのよ。いやもう5 いけんの。ちょ絶対無理やん。怪しい。絶対無理やん。なんかあのいとこが、3個下のいとこが福井県に住んでて、あの仕事で大阪帰ってくるんで、はいはい、大丈夫。かえんの。いとこから三個下から三個下のいとこみんなで勝ちたい。いや、わかる。みんなで勝つまでこれわかる。みんなで勝とう。え、だからまあまあそれにするとしても、まあまあ、大前提やっぱりいいバトンはいるよ、もちろん。そうやな。じゃあよろしくお願いします。頑張ってきてください、はい、よろしく。それではいきます。せーの、笑う門には福来たね。うざーす。ということで、あの特ダネのあの朝のカツラ投げたみたいになったんすけど、おはようございます。おはようございます。あつやです。本日は、給料全突破、ちょもう嫌やねんけどやっていきたいなと思います。まあ5万ですよね。まあ、5万持ってきました。はい、3万しか集められませんでした。すいません、申し訳ない。これちょっと視聴者の皆さんに申し訳ないんですけど、ちょっと今日あのいとこがあの撮影手伝ってくれるということで、ちょっと財布いける、財布いける。嘘やん、嘘やん。ちょっといける？財布、うん、財布ある。なんぼある？あ、結構あるやん。なんかいとこが福井にちょっと仕事行っとって、大阪帰ってきてくれたみたいなんで、ありがとう。マジでありがとう。いやマジで帰ってきてくれてよかったわ。助かりました。はい、本日はあかんよ。あかんて。絶対勝つ、絶対勝つ。いいよ、いってよ。いい、いってよ。まあこれ買ったら返しますからっていう約束で、はい、今日は5万円使いません。もう8000ぐらい、8000ぐらいでもパチンコで当てて前回の負けを取り返そうかなと思います。では実践よろしくお願いします。うわ、嫌や。当たってんの、お前。さあということで、やってまいりました。5万円ちょっともう目星の台見つけました。こちらです。かぐや様は告らせたいということで最新台、はい、ということで実践スタートです。まずでお願い、デフォルトでいきます。もうほんまデフォルト、ちょっとわかんないんで、はい、デフォルトで、ね。かぐや様小倉世代なんですけど、ちょっと見てた感じ、大当たりした時に 74% の確率でいい方のボーナス引けて、そっから160回転、もらえて、160回転中に、当てろみたいな。マジで1回当てたら絶対入るよこれ。あっ、赤いよ。これあるじゃん。どうしたの？
かぐや様がヒーロー役の、まあ、秀樹に告らせたいっていうアニメ。マジでおもろい。これみんな見てほしい。なんかさっきの調べたら、80% ぐらい、79. 何本のやつ外してました。全然よ。今日勝つから、あ、勝つから全然いいんすよ。今日かぐや様こくらせたいって、今日の目標13,000発でお願いします。さだまプラス13,000発で、前回普通に50,000ストレートで負けたんで、それを取り返したい。それさえ取り返せたら何でもいい。普通に前回15連してるからね。とりあえず僕もこれ15連刺して、ただま13,000プラスっていう動画を見てます。今見てます。あなた青掘り浮きだ。ちょっと待って、投資5,000いいね。もちろんね。ちょっとさっきの同じのもう一回やらせてください。次僕当てれます。戦に甘いは禁物。完全当たったらもう SP 濃厚でしょ。ほくらして。腐敗した生徒会の規律を保て。何回生徒会再計算か。2? 私が憧れていた生徒会。やめるよ。絶対告らせる。まあ、もうさっきと一緒来た。さっきのやつじゃ。トンネルを通って会場へ。間に合いますか。篠宮に花火を見せんだよ。見せたいよな。篠宮かぐやって言います。地上に出ます。待って。
オッケーやね。俺ら乗っていいよ。絶対お金返したら待っといてな。ほらやっぱもう8000円も使わんで5000円だけ。高校生のみんなとかさ、バイトしてたらまあ1日稼げたら大体5000円ぐらいやと、そりゃもう1日稼ぐだけでいい。それだけでもう余裕。送って。なんか弱ったんやけど当てますよ。何やってるんですか。全然任して。あ、焦ってない？焦ってない？マジでミーミーやるから。ちょっと皆さん、今回ほんまに勝ちまくるかもしれません。
けや。あ、動きが一番問えました。いや、まだまだよ。まだ前回のは取り返せてないから。ちょっとモード変えます。これが開けばいいんやね。これやね。出しときました。ちょっとタバコ吸いに行きます。はい、ということで、持ち玉9500発、まあ表記は万発いったんですけど、今9500発持ちで、5000投資やめて、ちょっとやめたいです。皆さん、うわ、ちょっとやめます、すいません。まあ、今月厳しくて、まあ、ちょっと換金してもう家帰って、僕が、うどん食べる姿を皆さんに見ていただこうかな。はい、ということで引き続きやっていきたいなと思います。いや、ちょっと終わられへん、さすがに。今持ち玉が9600発プラス上皿の玉で9800発ありました。当たって50%取れたら4500発くれるんで、これでちょっと1万4000発ぐらいにはしたいなと思います。前回は俺とチャナだけが負けてたんで、まあとりあえず僕が、勝って前回の負けも取り返していいバトンをつなげれるように、はい、やりたいなと思います。ぜひ高評価とチャンネル登録今のうちに。先読みも入れたんで、ここがブルブルしたらもう優勝です。どうせならキセルも見せよう。
が絶対当たりのやつや。リプチューンしたいで、おい。マジでお前8桁にしたるからな。マジで待っとけよ。先読み入ってるよな俺。いや先読み入ってるよ。青堀になったよ。これ来た時にバイブったら、うわないか。うわバイブってないな。先読みだけでも何パーぐらいあんのやろ。ちょマジで刑事頑張れ。ちょお前マジで普通にですよね。行って。バイブってるよ。バイブってるよ。ピースします。すいません。ごめんなさい。キセルじゃん。おい、キセルじゃん。なんか言って。あら。ちょっと待ってください、皆さん。皆さん、ちょっと落ち着いて。これ当たんの？まだ42回転しか回してないよ。あら、さすがにこれはいただきます。あっか、引きえぐい。ちょっとすいません、大きい声出しちゃった。じゃあこっから、これマジで頼む、マジで頼む、お願い。なんか刑事面白くて置き花ラッシュって言って、ハイビスカスが咲いたら当たりみたいなのがある。とりあえずラッシュは引いてお花まで見せたいな。あ、そう、10回転ね。ちょ、マジでお願い、マジでお願い、お願い。嘘やろ。嘘って言え。転売しただけで熱いよ。いやお願い、ほんまに。あら、あっ、ほんまに来るよね、これ。もちろん、あ
ラーザちょっと花、一花咲かすか。咲け。これね。咲いて。咲いて。お願い。咲け。咲け。咲け。行け。花って咲くから。ああ。してください。かけ、かけ、いいよ。いいよ。お願い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 。頼む。お願い。お願い。早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 い。そんな早い、行け、行け、行け、お願い。ああ、頼む、頼む、頼む。次ラスト行きます。みんなに花咲かすところ近くで見せようかな。みんな花咲くとこ見たいっすよね。マジで咲かしてるとこ見したろ。あれ咲け咲け。あら、え、レインボーよ、なんか。あら、みんなありがとう、ありがとう、ありがとう、みんなありがとう。あっか、ほんまにえぐい。さあ、果たして僕が何玉出たのか後ほど発表します。ただいまー。おーい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。長き戦いでしたか。そうっすね、もうほんまだったの。何どっち、あ、どっちの、任せてください。おー、期待できるな。もうみんな動画見てるから、確かに。早速もう担当直入に言わさせてもらいます。はい、投資、はい、5000円です。でかい。で、回収が、2万発です。爆ガチじゃない。いや、爆ガチよ。7万、はい、7万くらいは出てんじゃん。そうですね、7万5000円どう。すげえ、プラス7万、7万プラス。うわー、いくちゃんとやん。ありがとうございます。だ、動画いけてんか。5000円で当たってほんまやな。秒やん。まず5000円で1つの台で、1万発出した。なるほど。うわで、前回のあのやつを取り返すには1万3000発かな、を出そうと思って。確かに。それが9000発ぐらいやったんよ。あー、1台目、はいはい、もう絶対行ったろうと思って。おお、2台目一瞬で当たって、ぐっ、そっから、17年して、えぐっ、1万6000発ぐらい出して、その時2万3000発ぐらいも当たって、そっからいけるなと思って。なるほど。まあまあ、ちょっと減らして返す。まあまあまあ、すごいよ。すげえ、すげえ、えぐー。めっちゃいいバトンやなと思って。いや、いいバトンやな。はい、ということで、本日の動画が面白いなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、
ばい、いけ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 やばい、ちょっと待ってよ。すっげえ、1200円かけて1万8000円ぐらい返ってきた。回収率 1000% 女や。すげえ、すごくない？回収率 1000% 女、初めての競馬で。すげえ、すごくない？ちょっとお母さんに言わなあかん、これ絶対言った方がいい。なあ、どうどう、脳汁出た、脳汁出た、分かってる。オッケー。